大日本帝国の皆さん、こんにちは。私は大日本帝国陸海軍提督中野雄二である。この音声は大暗号化通信、人々丸人、チャーリーチュアリーブラボーチャーリー、多段階無限通信を利用している。去る2017年に月末ビットコインが250万円の高値をつけ、第一次仮想通貨バブルが到来した。翌年1月になり、コインチェック、ネム、大量流出事件が勃発し、ビットコインの価格はあれよあれよという間に40万円となり、自殺者も出した。その後、世界は長いコロナに突入し、あれから7年間、ビットコインを持ち続けた人間は 1% といないである。今日、40万円だったビットコインは23倍の920万円となり、1万円に堕落したイーサリアムは50倍の50万円となった。これもひとえにビットコインの ETF 化のおかげである。そして今後も毎月月末から月初にかけ、ビットコインの価格は300万円ずつ、毎月ですよ、300万円ずつ値を上げていくに違いないである。皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの流れです。大変お久しぶりですね。今日は2024年のですね、2月29日になってしまいましたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。そしてですね、ビットコインの価格が大変大変なことになってしまいました。今現在の価格は921万円ですね。まさかという金額ですが、この3日間ですね、ここのとこですね、2月27日、何の日だか分かりますか。これね、2月27日、770万円だったんですね。まあ770万もすごいですね。もう800万円ですからね。まあ僕がね、ビットコイン800万円なら800万円になるっつって大騒ぎしてましたけど、7年前からね、7年経ってようやくなりましたね。ビットコインが ETF 化されてなりましたね。先月でしたかね、今月でしたかね、ビットコインが ETF 化されて、初めての給料引き落としですね。はい、ETF 化する人っていうのはですね、ビットコイン、まあ、仮想通貨証券取引所、いわゆるビットフライヤーとかね、まあ、日本じゃないです、まあ、海外とかでね、ビットフライヤーとか、コインチェックとかね、財布とかね、まあ、個別に怖くて買えないわけですよ。だから投資信託で買いたい、いわゆる証券会社の営業マンが来てね、
ビットコイン買いたいんだけどっつったら、代わりに買って投資しといてくれませんかっつったら、いいよって、やってあげるよってね、代わりに買って投資しといてくれと、まあ、こういう金持ちが多いわけですよね。大体そうですよね。日本だったら野村証券とかね、大和証券の、まあいわゆる御用聞きですよね。金持ちの家に伺ってね、で、あの盆栽なんかつついてるじいさんばあさん見て、あの話してね、どうですか今度満金になる1億円でかビットコイン ETF 買いませんか、証券化されたんでね、あいいね、じゃあ5000万だけ入れとくか、こんな感じですね。自分じゃ怖くてできないしね、めんどくさくて、例えば大和証券とかね、野村証券のインターネット取引ができる口座を開設して自分でパソコンでガチャガチャやるなんていうのはね、到底できるわけないだろうと、パソコンも使えないのにね。ただ自分やっといてくれと、お金だけは助かるやっといてくれと、これがまあいわゆる投資信託でございましてね、まあ仮想通貨今までできませんでした。それがね、まあ、日本ではまだできないんですけど、まあ、アメリカではできるようになったと。だからね、アメリカ、よく見てください、これね、2月27日ですね、これ、ボコッと上がったの。まあ、給料日は25日ですから、日本もアメリカもね。まあ、大企業が、毎月25日、ね、中小零細企業はいつかっていうことですね。大体ね、大企業は25日なんですよ。で、クレジットカードの引き落としとか銀行口座の引き落としが2日後の27日なんですよね。だから27日に投資信託が引き去られてね、銀行口座が給料のね、銀行口座から引き去られて、ビットコイン投資信託、まあ、証券口座にドーンって入金されたわけですね。ですから27日、まあ、給料日の翌日、翌々日ですね、2日後にバーンと上がると。まあこれいくら上がったんですかね、850万、770万、どうだ、80万円上がったんですね、1日でね。うん、まあもちろん3日後のですね、まあ28日に引き落としの証券会社もありますからね、まあ、クレジットカードもそうですよね。まあ、これは、85から、これ70万円ですね。はい。まあ、だからこれがないんですよね。まあ、なくて、2日後、3日後、まあ、4日後ってないですね。あとは月末、月初。まあ月末もないんですよね。忙しいからね。だいたい月初だとね、2日、3日。なぜかっていうとですね、中小零細企業っていうのは、月末締めが多いんですよね。30とか31日の給料日、そして大急ぎで給与計算やって2日か3日に振り込むよと、給料ね。だから引き落とし口座、引き落としクレジットカードとか証券口座の引き落としも2日か3日、あとは5日締めってなんですよ。まあ零細企業ね、5日締めだと、まあ、7日か10日ですね、7日、10日に引き落とされますから。はい。だからね、だいたい27から10日ですね。月末月初。この間にですね、
まあ、僕は300万円ぐらい。思ってますよ。毎月ね。今回はもうすでに、まあ、150万円も上がってますよね。で、あと、月謝があるから、月謝がね。ただ月謝はね、中小零細企業の従業員なんで、あんまり投資できないかもしれないね。大体まあ、大企業は25日の27日払える、引き落としだから、27、28引き落としだから、まあ、ここでボンボン来て、まあ、今日来なかったよね、これね、引き落としないからね。まあ、月商も、まあ、一応150万見込んで、毎月300万。3ヶ月で900万。1年で3600万上がっていっちゃうね。ビットコインね。気をつけていい。本当に気をつけて。まだまだ安くて、しゃらくせえって感じですね。もうビットコイン1億円なんてへでもねえですね、これね。みえ、3年。1年で3600万だからね。もう2年。3年以内で、1億いきますからね、ビットコインね、気をつけてください。これね、ETF まだ始まったばっかりだから、こんなに上がるんだったら早く買えよってことになっちゃうからね。むちゃくちゃ上がってますからね、今ね。はい、ということでね、ビットコインが ETF 化されて、まあ、800万円を超えて、今、まあ、9200万円、920万円ぐらいでね、推移してますと。おめでとうございますということで、動画撮らせていただきました。まあ、あとね、最近動画出さないんでね、何してんのって話は、まあ、920万ですね。あと、イーサリアムが50万円いってしまったということは、早いですね。あと、まあ、リップルが85円でくすぶってると。エーダは93円80で、まあ、いいと。で、ドージも16円って、まあ、ちょっとしょぼいですね。まあ、全体的に右肩上がりですからね、これね。まあ、ビットコインとイーサリアム以外はちょっとしょぼちんきですね。ちょっとまあ、まだまだ、これ来るかわかんないですね。まあ、基本的に今回は ETF の人が、ETF、だから、イーサリアム ETF でどっかやってんだろうね、これね。サリアム ETF、イーサリアムはもっと上がるかもしれないね。あとはリップル ETF とかね、エーダ ETF っていうのができれば、まあ1000円、2000円は当たり前ですよね、これね。まあ、いつかできるから、早めに今安い間にね、投資しておいていいと思いますよ。まあ、あと、ドル円はまあ、ちょっとね、この2日間ぐらい上がったり下がったり、これを推移してるだけですね。まあ、ちょっとあんまり深読みするとね、あんまり深読みすると、あんまり動いてないんだけど、結構動いてるんですよね、これね。こっから、ここっつったら結構やっぱり70ピプスぐらいあるからね。動いてないように見えて70、まあ、100ピプスぐらい、150ピプスぐらいは余裕持ってないと、やっぱり寝てる間に下がってまた上がってくるんですよね。これまあ上がる前兆なんでね。4時間足で、この75移動平均線ついたんでね、ようやくついたんでね。上がりますね、これね、こうやってね。今ちょっとばらついてますけど。まあこれ週足ですけどね。週足で、まあこれ104円からずっと来てますけど。これ東京オリンピックですね。ここが北京、冬の北京オリンピックで横横ですね。だから、まあ、今年ね、フランスのパリオリンピックあるんでね、まあ、もうちょっと上行くと思うんですよね、これ。
それは1ヶ月ぐらいかな。パラリンピックとオリンピックで1ヶ月ぐらい、これ横横ですね、これと一緒でね。そしてまた上がるでしょうね。まあ下がるかちょっとわかんないですけど。もう一段上がって下がるんじゃないですかね。僕は222円まで行くと思ってるんですけど、まあロックフェラーが死んじゃったんでね。いや、まあもうこれダメでしょうね、これね。上でしょうね、ロックフェラー死んじゃったんでね。そしてまあ極端に下がってくると。大体不況ですね。まあこのような感じでいいかと思います。それでまあ、あの前も話しましたけれども、仮想通貨も株も FX もですね、ガチ法するか、まあ2つの投資法しかないんですよ。ガチ法するか、複利で回していくかしかないんです。まあ複利っていうのはまあスケルピングみたいにね、まあデイトレードでまあとかスケルピングみたいに、一瞬のうちに取引するとかね、一日のうちで取引するとか、まあ一週間ぐらいでスイングトレードでもいいですよ。まあそれで、まあ持ち金を、まあ 1.2 倍とかね。まあ2倍なんかも、FX なんか余裕でできちゃうんだけど、まあ 1.5 倍ぐらい。まあすぐできちゃうんだけど、1回のトレードでできちゃうんだけど、なぜかというと、レバレッジが効くからね。レバレッジが、FX のレバレッジは、これ、日本語ぐらい25倍まで使えるんですよ。まあ、レバレッジ使えば使うほど、損切りされる可能性も高いんだけど。まあ、でも、レバレッジ使わないと増えないからね、お金ね。で、海外だと1000倍。まあ、2000倍っていうところもあるけどね。まあ、1000倍。XM とかだと1000倍まで使えるわけですよね。はい。で、株は、信用取引で 3.3 倍までですね。で、仮想通貨は、まあ、基本的に、ゼロって考えてもいいですね。FX あるんですよ。ビットコイン FX とかね。4倍までとかね。ビットフライヤーだったら4倍までとかあるんですけどね。4倍って書いておこうか。つかない方がいいですね、これね。0倍の方がいいです。もう、上がったり下がったりの、激しいんでね、刈られちゃうんですよね。損切りされちゃうんですよね。0倍の方がいいですね。で、株もこれ信用取引使ってさ、ようやく 3.3 倍なんですけど。だから、基本的にはレバレッジでね、まあ10倍でもいいですけども。10倍使ってですね、やっていくと、そうしないと、まあ、1円上がってね、1円儲けたらこれじゃしょうがないですから、まあ、1円上がったら、100円になるとかです、1000円になるとかぐらいでやっていかないと全然動かないですからね、特にドル円なんていうのはね、まあ、1円どころじゃないですね、 1円、1円上がったら1万円になるとか100万円になるとかってやっていかないとFX ではどうしようもならないんでね。はい。それで、まあ、やっていくんで、1.2 倍でもね、1.2 倍。例えば、まあ、1週間。まあ、1.2 倍って、例えば1回のトレードで 1.2 倍とかなっちゃうんだけど、余裕でね。1000が1200円なんて、一瞬でなっちゃうんですよ。なっちゃうんだけど、まあ、これゆっくりやりながらね。で、これを何回か繰り返す。で、これは、かける5じゃなくて、5乗だからね。1.2 の 5乗になるからね。だから、ちょっとわかんないけど、かける5じゃないですよね。電卓。だから、1.2 の、1.44、これが2倍、2回でしょ、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、
20回でね、38倍になるわけですよね。で、30回で237倍になるわけですよ。そうすると、やっぱりね、一個一個、もう余裕なんだけど、丁寧に丁寧にやっていってですね、まあ、負けるときもあるわけですね。1.2 倍が、マイナス 1.2 倍になっちゃうときもあるわけだから、まあ、そういうふうにならないようにですね、1.2 倍やるの余裕なんなら、もうほとんど 100% の確率で、もう、勝率 100% の確率のところだけ、1日に1回ね、それを30日続けるだけで、1倍が237万円になるわけですよね。はい。1日1回でいいわけですよ。で、今日ちょりなと思ってやんなきゃいいわけですね。逆にマイナス 1.2 倍になってしまうと、取り返すのが大変だからね。だから、そーっとそーっとね、大切にやっていって、それを膨り出ますと。で、1.2 倍、で 1.5 倍だったらもっと早くね、1億円、1万円が1億円になっちゃうわけですし、まあ、気をつけていくってことですね。まあ、また今度ね、お伝えしますが、基本的には期待値計算をしてですね、期待値の高いところでトレードしていくと。まあ、その期待値っていうのがすごい重要で、FX における期待値ってどういう考えなのっていうのは、まあ、また次の動画でね、話そうと思います。それでは、今日はこれで終わります。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。皆さんも1億円になりましたが、貯金は。もうあれから7年経ってますからね。ちゃんとお金増やしてくださいね。では、失礼いたします。